業にハイフとイトリスト、どっちがいいでしょう。今日はハイフとイトリフト、どっちがたるみにいいのかということで、優子形成外科クリニックさんの優子先生にいろいろ聞きに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ズバリ、はい、ハイフとイトリフト、どっちがたるみに効くんですか。なかなか難しいですね。全くこう違う治療と考えてもらった方がいいので、うん、どっちが効くっていうより、まあ、その人によって変えるっていうような治療法がいいかなとは思います。やっぱどっちもやっぱりこうたるみの引き上げっていうことですごい人気ですけど、どうこう違いがあるんですか。効果が違うんですか。まずアプローチするものが違うので、はい、HIFUはこう超音波の熱で皮膚とか下の筋膜層ですね、にこう全体的に熱を加えることで、まずはこうコラーゲンを高めていったりでタイトニングしたりっていう効果なので、まあ、お顔全体的のタイトニング効果、で糸の方はやっぱり落ちてきた組織を元に戻してあげたりとか、よりこうリフトアップしたりとか、糸で組織をこうたるみを固定するみたいなイメージですね。まあ、たるんでない方にも糸でもその組織をキープするっていうような形ですね。じゃあ配布はなんか引き締めって感じですか。そうですね、引き締め、って形ですね。あんまり若い子があんまり配布受けなくていいよって言われるのは、まあこう引き締めるものが、まあ、まさにもう引き締まってるから、もともと引き締まってるし、コラーゲン量もたっぷりあるので、まあ、あんまりこう必要がないって言われるので、まあ、大体ハイフこう始める年齢として、まあ、30代35とか30過ぎとかぐらいの、まあ、ちょっとコラーゲンが減ってきたっていう方も、そんなにまあ頻回に受けるものではなくって、まあ、半年とか1年に1回とか受けていくとすごくいいと思うので、まあ、40代以上はまあ半年に1回とかですね。やっぱ戻りも早くなってしまう。ハイフってやっぱりこう超音波でこう火傷を刺すみたいな感じになるので、これが治るのがやっぱりこう3ヶ月半年かかるので、まあ治りきってからこうまた当てていくっていう形がいいかなと思います。あまり当てすぎもそうですね。そうなんですね。私なんかはもう、まあ、30代後半なんで、なんかどっちも気になるんですよ。こう落ちてきてるっていうのと、肌表面がたるんでるみたいな。そういう場合はどっちの治療になるんですか。言うと、どっちも、どっちものパターンもいけるんですか。そうですね、どっちもした方がよりこう満足がいくたるみ治療になるので、もうやっぱりどっちもっていうのがおすすめですね。なんかどっちがいいとかじゃなくて、どっちもがいいですかね。で、ハイフでしっかりこう皮膚もコラーゲン高めてタイトニングして、で、あとはまあどうしても重力の関係とか、あとまあ組織が寄せてくる、まあこう骨とかが寄せてくると落ちてくるので、まあそれをキープしておくっていうような形ですね、糸で。どっちもされると本当によりこうなんか若々しく、じゃあ予防っていうとどっちかっていうといいとか、そうですね、予防っていうと、まあ、ただハイフもこうコラーゲンとか減っていくとこうたるみにつながるので、そういう意味で、まあ、たるまないような皮膚を作るっていうので、どちらも予防になるので、ただあまり若い方は、まあ、そんなにやってもまだコラーゲンいっぱいある状態でやっても、そうですね、まあ、そこまでこう、そうですね、必要ないかなっていうような形ですね。ね、ちょっと前、この前に方がイトリフトやっていただきましたけど、これからさらに例えばハイフでもっと引き締まるってことあるんですか。ちょっと肌触らしてもらったんですけど、やっぱりまあでもそこまでやっぱり肌
の緩みっていうのはまだ若いので、ないので、まあ、ただ、まあ、ハイブちょっとずつやっていかれるのも、まあ、予防にはなるので、うん、いいと思いますね、うん、まあ、本当に1年とか2年とかぐらい生かされてっていう形でもいいかなと思います、うん。気になるのがちょっと安いハイフシャワーって。でもハイフシャワーとかはいいかもしれないですね、うん、まあ本当に皮膚だけにこうハイフって超音波の熱で、まあ、酸素に当てるっていうのが結構一般的なんですけど、うん、ハイフシャワーはもう浅い層だけ全体的にこう当てていくので結構こう、まあ、肌のこうコラーゲンが高まってこうやっぱりキメが良くなったりっていうのがあるので、うん、タイトニング効果っていうよりは、まあそうですね、こう、うん、美肌になるような。私、ちょっと前にエラボトックスやったんですけど、うん、なんか20代の子がエラボトックスやってもそこまでたるまないけど、うん、30代以降がやると結構多分たるむよって言われて、うん、確かになんかこの辺がたるなんかもたついてきたなみたいなのを感じたんですね、うん、そういう場合は、ハイフとあの糸ってどっちがいいんですか？20代の子がエラボトックスをしてたるまないのはやっぱり皮膚がピンと張ってるからなんですね。で、そうなんですよ。なのでだんだんこう皮膚がこうあのこう緩むようになってきたら、うん、やっぱりこう、うん、ここで支えるものがなくなったらたるんでしまうので、うん、まあハイフもやっぱりもうどっちもやらないハイフも必要ですし、でもたるんだものをやっぱりこう上げておくっていうのは糸になるので、うん、まあこうエラボとしてあたるむ気になるやったらもう糸で上げるっていうのも一つのこう持ち場になりますね。もう先にこう上げときたいなって思いはるんやったらまあ糸って上げて、うん、でその後まあたるまないように配布でキープしたりとか、こう針って大事なのでそうですね、配布そういうまあすごいふにゃふにゃな人は配布もしてから。まあ、いきなりそれですぐハイブって速攻性があるのでないので、うん、リトリフトのメリットとして、うん、ハイブで代用になるってわけではないですか？そうですね、ハイブと本当にリトリフトはやっぱり別と思ってもらった方がいいですね。代用にはならないですかね、うん、じゃあハイブはどういった方が一番満足を得やすい？ですね、ただハイフってよく聞くのが受けたけどよく分からへんかったっていう人が結構多いんですけど、やっぱりもう即効性もないですし効果もそんなにこうあの劇的なものではないんですね。その後、まあ、1、2ヶ月でちょっとコラーゲンが産生されてきて張りが出るっていうのもあるんですけど、そんな微妙な変化なのでそんな効果みんな分からないですし、ただこうハイフをまあ半年に1回受けてるとやっぱりこうあの3年間とか受けてるとやっぱり全然あの効果は違いますね。もうちょっとずつ出てくるので、やっぱ毎日この変微妙な変化ってみんな感じないので、配布効果ないわと思われるんですけど、受けてたるみが気になりだしてこうコラーゲンが減るような時期になったら受けてほしいなと思いますね。先生も続けてらっしゃるんですね。そうですね、うん、40代入ってからもうなんかこう気になるなと思い出してきて、でこう配布を結構もう5回、5、6回ぐらいは受けてるのかなと思うんですけど、やっぱり効果を感じるので、うん、ちょっと受け続けたいなと思います。糸リフトはやってらっしゃる？糸リフトはね、あの、なかなか自分でこう入れれないんですけど、まあ、あの以前、本当に少数本入れていただいたことはあります。うん、やっぱり配布続けてるから、そんなにこう、そこまで必要。でも糸リフトもしたい。誰か入れてほしい。そうですよね。そこが先生を連れてくる。ここ入れたらいいのに。なかなか自分ではできない、うん。なかなかちょっと自分では。入れてもらうときって自分でマーキングしてここに入れてみたいな感じなんですか？でもそうですね。もしあれやったらこう。まあでも慣れてはる先生やったらお任せしたいなとは思うんですけど、その先生の言い方っていうのを見てみたいですし、
ゆりこ先生のイトリストの入れ方すんごい手際よくよくてっていうとあれなんですけど、あんなすぐ終わっちゃうんだってぐらい、私も入れるの早っ、うん、すごい速さで、ね、すごい速さで入ってきました。あんなあっという間に終わっちゃうんだって。そうですね、ハイフってすっごいいっぱい機械の種類があって、うんうんうん、なんか自分でやろうかなと思うんですけど、うん、どの機械がいいのかがわからないんですけど、うん、そうですね、で何がいいのか悪いのかっていうのもあると思うんですけど、一番最初って言ったウルセラっていうのが、うん、すごい有名だと思うんですけど、やっぱりウルセラはすごいパワーが強いんですね、うん、で痛みもやっぱりすごく強くって、まあ、その分すごくやっぱり効果は感じやすい、そんなにこうハイフで今まで効果感じなかった人のウルセラはすごい効果感じたっていう人もいるんですけど、それだけ結構強いパワーでやっぱり皮膚の中にやけどを作っているって形になるので、やっぱり治りも遅いので、ウルセラはもう本当にもう受けるやったら1年に1年ぐらい間隔の方がもうきちんと中の傷が治ってから受けられるっていうのがいいかなとは思いますね。まあその分やっぱり効果感じやすいですけど、ただウルトラセル Q プラスっていうのを入れてるんですけど、パワーも安定してて、で本当に結構コラーゲン力が高めやすいものと、まあ、その総称値もそこまでやけどを強く作るってわけじゃなくて、なのでガチガチのこう硬い皮膚を作るんじゃなくて、柔らかいようなこう皮膚を作っていくっていうふうに機械が設定されているので、うん、でまあ半年に1回とか、ただ効果は効果あるのかなみたいな感じには感じられる方が多いんですけど、でもあと痛くないんですね。またで痛いとやっぱ次受けるのすごい勇気いると思うんですけど、結構痛み全然耐えれるぐらいなので、やっぱり次も全然余裕で受けれると思うので、続けやすい治療だと思うんですね。やっぱり痛くて、やっぱり痛くて次受けるのどうしようってやる治療ってなかなかこう辛いので、そうこう痛くなくやっぱりこう続けられる治療っていうのが大事かなと私は思っているので、例えばここの顎下とかのこういうフェイスラインとかのたるみにはどっちの方がいいですか？でもやっぱりこうここも皮膚がたるんでくると、で、まあ、ハイフももちろん必要ですし、あとやっぱり脂肪が結構ここたまりやすいところなので、それはこう脂肪を溶かすとかの治療はしていった方が、顎下は効果を感じるかなと。ウルトラシェル Q プラスってなんか脂肪、そうなんですよ、カートリッジがいろいろあって、脂肪を溶かすようなカートリッジもあるので、脂肪をここでちょっと破壊しつつ、ね、引き締めていくっていうのができるので、うん、すごく顎下の方のたるみにも。ここは糸リフトいけないんですか？ここは糸リフトいけますよ。あ、いけるんですか？ここも糸リフトいいと思います。まあでもより本当にやっぱり引き締めたいなってそうですね、まあやっぱり皮膚がただ緩んでると糸リフトしてもやっぱ緩むので、この皮膚の引き締めはやっぱり最終的には絶対大事ですかね。ハイフって前顔っていうイメージなんですけど、糸リフトって基本的になんかここを引き上げるのかなっていうイメージがあって、糸リフトではちょっとそこは引き上げれないみたいな部分で、糸もいろんなとこには入れていって、主にやっぱりこうここの心のたるみを引き上げたりとか、ほうれい線を引き上げたりとか、まあ、こうここもおでこもこうリフトアップできたりとか、もう眉毛のリフトアップっていうかまあできますけど、ここあんまり脂肪がないから糸が浮きてないのかな。あんまり太めの糸を入れるとやっぱりこうありますけど、うん、ショッピングスレッドみたいな。リングスレッドっていうのは基本的にポリトがついてない、本当に細い色を、うん、糸をたくさん入れていて、あれはリフトアップっていうよりもタイトニングですね、あれの、うん、とか、うん、糸を入れることでコラーゲンを弾性、うん、浅いところに高めていって、どっちかちょっとハイフに近い。そうですね、もう全体的に入れていって
で、まあ、コラーゲンと引き締めをしていく、まあ、ハイフに近いかもしれない、うん、ハイフと糸リフトそれぞれたるみに関してというかできないとか苦手なことっていうのはありますか、うん、脂肪が落ちてしまったのを上げるっていうのはハイフではできないので、まあ、それは糸リフトのこう、まあ、シフトというか役割になりますし、糸リフトではまあ肌全体のタイトニングとか、まあ、緩んでしまった伸びた皮膚とかを引き締めることはできないので、これはハイフの役割になりますね。最後にお伺いしたいのは、うん、そのハイフと糸リフトどういう方に一番おすすめそれぞれありますか？ハイフはやっぱり先ほど言ったこうコラーゲンとか皮膚の緩みが出てくる、まあ、30以降ぐらいから、まあ、定期的にこうメンテナンスとして受けられるとすごくやっぱりたるまないこう皮膚作りっていうの、お顔作りっていうのができるのと、まあ、糸リフトに関しても、まあ、若い方からも本当にこう形をキープしておきたいっていう。ですね、そういう方にもいいですし、もうたるんでしまってこう落ちてしまって引き上げたいっていう方にはやっぱりこう即効性がありますので、ただやっぱりこうあの本数やちょっと回数は多くかかる可能性はあるんですけど、まあ、そういう方ですね、うん、今はおすすめですね、はい、ありがとうございます。たるみ治療のハイフと糸リフトについて由子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。たるみが気になる方はぜひご気軽にご相談ください。美容医療の口コミ広場 TV、 今回も視聴お疲れ様でした。口コミ広場は日本最大級の美容医療ポータルサイト、詳細は概要欄をチェック。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。